3月13日ビッグショーで、私誠対アイスリボンのスッカ志田組でタッグのベルトに挑戦します。最近ちょっとスランプ気味の誠ちゃんと組んで、連携などを決めつつ勝ちたいと思います。おい勝馬、あんたが海外でどんな経験を積んだか俺は知らねえよ。でも俺はチョップでストロンゲスト系試合したり、新日本では自分よりでかい相手を倒したりかと思えば、関根にタッグリーグでは2連敗その後も自分より50センチ低い女子と対戦したりかと思えば、1対3で勝ったり、いろんな経験を積んできた。これらの経験は絶対に無駄じゃないと思う。だから今度のビッグショー、この経験をカズマあんたにぶつけてやる。次のビッグショー対滝沢大志、久しぶりだな、シングルマッチやるの。日本で頑張ってきたお前、世界で見てきたこの俺、どっちが強いか楽しみだよ。けどな、勝つのはこの俺だ。元火炎帝道場、現在フリーのプロレスラーひろきです。ビッグショー高見チョーク、俺が怪我する前、ゲットとレイブに別れる前約束しましたよね。代表また会おうって。復帰して約1年、代表と戦えるくらいの回復はできたと思います。何回もあんたには勝ってますけど、今回はきっちりまた勝ちたいと思います。3月13日、千葉ブルーフィールドビッグショーでヒロキとのシングルが決まりまして、何年ぶりなんだろうな、ヒロキとシングルするのは、うん、まあ、本当はね、マシもヒロキのタッグ選手権でね、タッグタイトルを狙いに行きたいところなんですけどね、まあ、ヒロキからシングルということを言われたんで、まあ、これに勝って、タッグに挑戦に弾みをつけるためにね、是が非でも落としたくないってとこもあるんですけどね、まあ、正直言うとやっぱヒロキとはね、いろいろね、1期生なんでね、彼は思い出深い、いろんな思い出がいっぱいあるんでね、で、まあ、彼が火炎帝道場を出る、ね、フリーになる前にもね、シングルやって、あの時はね、引き分けだったのかな、それ以来のシングルだと思う。でね、お怪我をしてちょうど帰ってきたのは去年の4月、彼が復帰して1年、すごい頑張ってね、またあの下から這い上がってきたと思うんでね、うん、だけどまあ俺も今非常に絶好調なんでね、ここは落とせない、タッグのベルトを狙うためにもね、やっぱ落とせない一戦なんでね、まあ正々堂々とがっちりと真っ向勝負もできたらいいなと思います。火炎帝道場らしい、真っ向勝負、やりたいと思います。でもここは落とせない、落とせないので、がっちりと、いきますよ。はい、高見食対ひろき、ご期待ください。おい、ひろ、いよいよ待ち決まったハードコアタッグタイトルマッチだが、勝つのは誰や。俺や、ちょっと低いな、カメラの前で勝つのは俺や。テンション上げてよ、もっとテンション上げてよ。まあ俺、正直負けたですよ、嬉しい。いや、もうこれ以上は言うな、これ以上は言うな、とにかくよ、俺たちがあいつらスルーミック進めてよ、このベルト防衛してやるからよ、覚悟しとけよ、諸君。よっしゃ、頑張ろうぜ。もうテンション上げてこぜ、テンション上げてこ。ちょっと、見ないでください。何ですか、ちょっと、見ないでください。今ね、これね、あれっすよ、ダメっすよ。今これ、ハードコアのアイテム作ってんすよ。うん、ね、兄弟ね。おまあ、今、前哨戦ちょっと、分が悪いっすけど、おまあ、これが、このハードコアのアイテムを
完成すれば、おう、まあ、自分らのベルトダッシュは間違いないと思いますよ。本当に？本当ですよ。でも全然アイテムが見当たらないんだけど、俺には。いやいやいや、大丈夫です。完成する、これ。これ、大丈夫です、大丈夫です。完成する、これ、完成すれば大丈夫です。ちゃんとする。そうです、大丈夫です。このアイテムは自分に任せてください。作戦は任せますけど。作戦任せますけど、アイテムは、アイテムは自分に任せてください。絶対、絶対、ちょっと勘弁してくださいよ、本当は。まあ、その、このアイテムを使って13日のビッグショーは日の日の日から自分が勝手に見せますよ。覚えとけよ。覚えとけじゃない、すいません。しっかりしろよ。さあ、見とけよ。見てろよ。